皆さんこんこにちは浜の持です。本日ご紹介いたしますのはこちら i イ a ンの魅力的なツーブリッジフレームの魅力的なアイテムなんですけれどもテンプルデザインに特徴がありまして忍みに向かって段階的にフォルムの変わるというテンプルが採用されているアイテムになっております。 レンズ越しに見える光の屈折によって、えー、このカクッと見えるような、えー、イメージからデザインされたというテンプルが採用されたアイテムになっておりますこのテンプルエンドの部分も重しになるように、えー、膨らむようになっていてここに刻みを入れることによって滑り止め効果も持たせたようなテンプルになっているというアイテムです β タチタンのテンプル採用しておりますのでしなやかに軽い掛け落ちに仕上がっているというアイテムです またこのツーブリッジの構造なんですけれどもこの前後を挟むようなこの上の部分の額当てのところもそうなんですけれどもこのメインになるブリッジにも特徴があります1930年代のアメリカンビンテージに見られるダブルブリッジが採用されたアイテムです。 前後で貼り合わせることによって強度を持たせた作りになっているというこだわりのブリッジが採用されておりますまたこの鎧部分もですね一からデザインされたアイテムなんですけれどもだるま鎧と呼ばれているアイバンの初代のチームから引き継がれている鎧のデザインをアップグレードしているというアイテムです断面図がオクタゴン形状になるように一からデザインを起こしたという鎧も採用されているという点やこの鎧のです レンズシェイプもですね今、アイバンが考える最も美しいウェリントンのシェイプを組み合わせることによって過去から未来に受け継がれているというアイバンのアイデアが一つにまとまっているというのもこのダズリンというアイテムの特徴になってまいります。なかなか渋めなアイテムではあるんですけれどもいろいろとこだわりが詰まった魅力的なフレームに仕上がっているというツーブリッジフレームです。実際にけけたたたとととこころもご覧いいいだきたいと思まますすちらの方をかけますと こののようなサイズ感、テイストのアイテムになっております。アンティークゴールドになっていますので非常に渋めな印象に仕上がってるというのもあるんですけれどもこのウェリントンとツーブリッジの組み合わせが非常にかっこいいアイテムになってるんじゃないでしょうか使い勝手もいいアイテムですしツーブリッジちょっとチャレンジしたいんだけれどもティアドロップではハードル高いなという方に非常に使いやすい えー、かっこいいフレームムにに感じてていいいいただけるるアイテムになっていると思いますいいですねこの渋めな印象とこのウェリントンとの組み合わせがとても使い勝手もよくかっこいいフレームに仕上がっているというのもこのダズリンというアイテムの魅力になってまいります、えー、こういったツーブリッジ、えー、なかなかバリエーションそう多くはありませんのでそういった中でもとても使いやすいかっこいいフレームに仕上がっているんじゃないでしょうか本日ご紹介させていただきましたのは I 版のツーブリッジフレームダズリン というアイテムを本日はご紹介いたしました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。